こんにちは今回は日本でも買える製品なんですけども同じものがねアメリカでどのぐらい価格差を出しているのかってことをリサーチしてみましたまあ全て YouTube からのクリップなんですけども5品今回は持ってきましたまずはあの午後の紅茶っていうのがありますよねこれ日本でもよく売られていてなんか特売で1本98円とか128円って出てるような気がするんですけどもまあ通常買ってもね これがペットボトル1本200円とか300円とかはしないと思うんですがアメリカではなんと720円4.99ドルというねちょっとこれだけでぶったまげませんかで2つ目なんですけどもこちら見てみましょうはいこれ多いお茶です同じく1.5リットルのサイズだと思うんですがこれさすがにねこれが720円4.99ドル高いなと思うんでしょう アメリカの時給がいくら高くてもこれは気軽に買える値段ではないと思うんですけどねはい3つ目ですこれカルピスみたいなやつでカルピコっていうみたいですけどもこれも日本語で表記がこうやってねポップとかついてますよねだからアメリカの日本人向けマーケットってことなんでしょうねこれは5.99ドル870円ですよ軽く時給ぶっ飛びますねはい次です あと2品。これが 500ml?580ml かなこのあたりなんですけども、ね、普通に私たちがこうやって手で持って歩くペットボトルのサイズ。これ380円ですよ。私これね、1本68円で買ったんですけども、380円ね。たまげますね。イロハスいちご。だい、うん、100円ぐらいでしょ、これも。で、最後なんですけども、なっちゃん。このシリーズで、 やっぱり870円。これ確か1.5リットルだったと思いますけども、私が近所で買うとね、178円なんですよ。うん、で、178円でもちょっと高くなったなって感じるんですけども、これがなんとね、もう5.99ドル。アメリカの物価って本当高いですね。で、ビールの方が安いんじゃないかなっていうふうに思うぐらいです。実際ビールいくらなのか、ちょっと今回は写真がないんですけどもね。はい。どうだったですかね。日本は、 アメリカの言いなりになって、アメリカの豊かさのつけを日本人が払わされているっていうふうに、まあ思ってらっしゃる方もいると思いますけども、いや、アメリカ国民も結構ね、誰のつけかわからないつけを払わされていて、生活圧迫されてますよ、うん。アメリカだけがいい思いしてるわけではなくて、むしろね、庶民感覚で言うと、アメリカでも日本でも、いや、本当に爪に火を灯すような暮らしですよ。一体、 世の中どうなっちゃってるんでしょうねそれでは